ウィルデンフェルスはドイツのザクセン州エルツ山地の北部にある人口約4000人の都市である。都市名の由来はドイツ語のワイルドとフェルソンである。岩石の上に町や城がある。その城は約7棟の建物からなっている。その城の一番古い書物は13世紀のものである。時代ともに家族が城に住んでいたので、 頻繁に増築や建て替えが行われた。今日の建物は18世紀から建っているものである。近年でも多くの部分が改築されたが、今もまだ完了していない。最後に住んでいた家族の名前はソルムスである。1600年頃、この伯爵家族はその城に住み始めた。ソルムス家は紋章もまた新しくした。その紋章には青と黄色で、 ウィルデンフェルスのバラの上にソルムスの獅子が描かれている。1706年の火事により、城の大部分は崩壊し、その後、北別島と島は再建され、18世紀にフリードリヒマグヌス一世が建て替えを励行させた。そして、古典主義の様式の部屋となり、画家や作家が生活環境を実現した。その一例に、木内の園や池がある。 第二次世界大戦後の旧東ドイツ時代には、城では大きな損失があり、備品を滅出し、多くの部屋がアパートやデポとして使われた。今日、その城は、現代的な住居や、私立図書館、音楽学校や現代美術館のギャラリーとして、部分的に見ることができる。さらに、城で結婚式を挙げることも可能である。建て直した博物館の部屋の中では、 歴史的な壁画が見られる。多くの壁画にはフリーメイソンのシンボルが描かれている。フリーメイソンの考えはソルムスケによってウィルデンフェルスの城にもたらされた。ウィルデンフェルス城の一つ特徴としてブラウアサロンというものがある。この部屋の壁紙は絹でできている。その壁紙は青くエキゾチックな鳥と海外の植物が描かれている。 この壁紙は18世紀にトルコから戦利品として城に持ち込まれた。その他に見る価値のある部屋として、宴会場、結婚式場、白尺の図書館、ロトンダ、祖先がギアラリーなどがある。他に、ジンジャーブレッドについての小さい特別展もある。また、イースターやクリスマスなど、数多くの祭りや文化的の催しが訪問客を引きつけている。 ウィルデンフェルスでは2年に1回行われるバラ祭りが開催され、そのためバラの町とも呼ばれている。ありがとうございます。